はい、こんにちは、スプラートイでのめちゃんとベルちゃんです。今日はですね、みんながびっくりするなんか日本のね、文化、納豆以外、納豆食べる、いや納豆とか全然可愛い。なんか具合悪くなるとさ、メキシコでどうする？あ、子供が、あ、熱あるね、暑いねとかってやるでしょ。うん、日本でどうやるか知ってる？一緒一緒、まあまあ熱も測るでしょ。あーして、赤いねとか腫れてるねとか、うん、おしっこちょっと舐めてって、え、どういうことそれ？で、それで、うん、分かる、その人の体調が分かる。え、舐めるってこと？舐める。へぇー、具合あるとこうやっておしっこピッちゃって、だってなんかことありえないよ、どこの国でも。だからみんなびっくりするっつってんじゃん。誰に聞こうか。もしもし、何？もしもし、仕事中なんだけど何？ちょっと一つ聞いていい？あれさ、日本ってさ、具合悪くなるとさ、うん、おしっことかさ、相手のおしっこ舐めるよね。舐めないでしょ、意外できるね。切られた。切られた、もちろんよ。嘘、嘘だった、嘘。ということで、ベロちゃんに嘘文化をどんどん教えていきたいという企画です。ということで、楽しいと思ったり、もっとベロちゃんに嘘の文化を教えても欲しいと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。アディオース！アディオース！バイバイ！